じゃない確かに。なんか、普通のお買い物こんなにおしゃれなんじゃないなって思なんで、ちょっとこれは後半戦になるから。そう、我々のが空いたのが前半戦で、とりあえずめっちゃフリーに喋ってみようってやつだったんですけど、後半はちょっとエクスパートの方とかも呼んで、今の時期だと旬ということがあります。カツオがすごく美味しくおすすめしております。カツオ結構好きだから肌にいいっていう風な感覚はなかったね。何がいいっていう何となくの理解はあります。何がいいですか、まあ、って聞いたって結局実はこの前カウンセリングの時にちょっとこれっぽい話をしたんだけどな。やばい待って忘れてるって言ったでしょ。油分だどうかな。カツオって言われた DHA でカツオですか。そうすごいいいパーツだと思ってるんですよ。試されている知識をね。やった気がするんだよね。カツオとかおすすめですみたいな言われた記憶があるまあ雑念なんですけど、カツオが何いいかってところなんですか、すごく栄養価が高いことが知られています。特にお魚の中でもですね、一番いい、まあ、飲み会時には一番いいって言ってる。まあ、お酒飲みます。お酒って、まあ、エタノールってものができるんですけど、エタノールを分解してアルデヒドになって酸化されたら、まあ、水酸化炭素と水ってところに変わって吸収して外に出していくんですけど、このアルコール分解酵素、アルコールからアルデヒドに変えたら分解酵素がですね、ナイアシンをすごく使うんですよ。ナイアシンって分かりますか。具体の範囲分の一つのナイアシンという形状なんです。それをすごくカツオはですね、魚の中でも豊富と言われています。で、ただでさえ日本人ってナイアシン不足がちなんですよ。ナイアシン必要なんですね。ナイアシン何も聞いたことない。で、アルコールを取るとそのナイアシンが過剰に消費されて、本来体に使われるべきナイアシンが使われないから体に行くの、はい、なので、アルコールを取るときは積極的にナイアシンを取った方がいいって言います。ナイアシン日々なんか飲み会で取ろうとかって言いますよね。ナイアシンって何がいいんですか、取ると。そうですね、肌だと血行良くなって、血行悪いんだよ。あと血行肌粘膜だから血行悪いときから悪いから言ってくれます。それもあるかもしれないですね。そう取った方がいいわ。そうだね、血行まで悪いんですよ。そうだったのか。そうで
ですね。で、かつ、まあ、内野心も多いのですが、鉄分だったり、亜鉛、亜鉛覚えてますか？亜鉛ね。亜鉛って言われた覚えがあります。ただのターンオーバーに。あ、ターンオーバー。ターンオーバー。かりんさん、ターンオーバーって何でしたっけ？ただが、なんか生まれ変わるみたいなやつですよね。そうです、そうです。規定膜で生まれた肌ですね、この角層膜が上がっていくことを、ね、大体4週間から6週間、肌が変わって、生まれ変わる現象ですね、ターンオーバーっていう。ドキドキする、授業で刺されたり、授業で刺されたり、急に。今、私も絶賛してるんですよね。あの、アスケン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 、仲間です、みんな。めっちゃ便利。そう、見てることめちゃくちゃ難しいからね。この前も下を通過せちゃったの。もうちょっとめっちゃ楽しかったのに。バスケの女性の方がキャラクターにいらっしゃって、栄養をね、食事を記録すると、食べてないよとかって言ってくれるのがあるんですけど、こんなに下を向いてるの初めて見ちゃって、めっちゃ悲しかった。なんか泣かせちゃうよね。そう、泣かせちゃった。あれの音楽って何だろう。どうぞ、行きましょうか。はい、あのライフスタイル。そっち系か、栄養不足か。運動不足なんじゃないの、多分。それは、それは、そうだろうね。しか言いようがない。運動ではないんですか？あ、じゃない。運動も確かに大切ですが、今回も見る側また違った方を。呼吸不足なの？でも呼吸不足したくて見えないよね。苦しいじゃん。呼吸が浅くなっちゃうとか。なんか私も結構ある。なんか、集中すると、呼吸がなんかさ、瞑想じゃないって、マインドフルネスじゃないけど、深呼吸いいけどいいじゃん。有酸素とかもそうだし。私の呼吸できます。まあ、多分間違ってると思うんですけど。なんだろう。当てに行きたいけどな。そうだわ。いいか、これは。それは耳が痛いね。合ってるか、聞くか。せーの。睡眠。正解。やった。確かに、睡眠だ。やった。睡眠不足はダイエット目的なんですか？そうなんですよ。あの、今挙げていただいた運動不足とか、体のキメとか、もちろんそういったものもやっぱり体にとってはあまりといい点じゃないと思いますので、確かにそれがそうかなと思うんですけど、今回お話ししたいのは睡眠時間ですね。睡眠時間ね、確かに大事そうですね。なんかあの、やっぱり睡眠時間が短いと、体の疲れが回復しきれないパターンがやっぱりあるんですよね。よくわかります。はい。なんかこう、寝たかったなって思う日々ありますか？はい、ありますね。まあ、昼間に寝ても代わりに寝てるんですか？代わりに寝てるんです。大丈夫なんですか？眠りにはやっぱり睡眠不足、なんか本当にさ、寝ようと思ってからがさ、寝たくない？そうなんだよね。結構やっぱ YouTube 見ちゃったりとか。そう。それこそポッドキャスト聞いちゃったりして、ポッドキャストそんな悪者扱いしないみたいな。寝れないからね、聞くんだけど。そうなんか、よう、かっこいいような声をいただけたら寂しいです。じゃあ、終わってしまいますか？寂しいね。終わっちゃうか。わかりました。終わりましょう。じゃあ、それじゃんっていうんで、こんばんは、おやすみなさいのステップでお願いします。今後、結構飛びには、言いたい人が言ってください。行きますよ。はい。せーの。それでは。